夢ラジオ第919回、今日は平成29年11月26日日曜日です。時刻は午後4時。太陽はまだ西の空にありますが、もう30分もしたらかなり暗くなっていきますね。もう11月の終わりです。来週12月ですよ。横浜、港北、昨日も今日も空はくっきりと晴れていました。この時期富士山が見えますね。昨日は湘南での高校授業、今日は青山でのお仕事。まあ湘南でも青山でも富士がくっきり、まあ湘南から雄大な富士が見えるのはともかく、東京青山でもまあ16階のフロアですから、あそこからも富士がしっかり見えました。今日はその青山のお仕事終わって恵比寿とか目黒とか歩いてから帰ってきて、ちょっと休んでたらこんな時間になってしまいました。さて919回、今回は「エドワード・サイード著文化と帝国主義」、その中の「カミュとフランス体験」取り上げます。カミュとフランス体験。エドワード・サイード著者についてはオリエンタリズム、この夢ラジオで紹介しました。あとカミュについても異邦人文学作品というカテゴリーでお話ししましたね。そのカミュの異邦人をエドワード・サイードはどう読むのか、カミュとフランス帝国体験。異邦人という小説については以前この夢ラジオで紹介し、ムルソーという青年がアルジェリアの海岸でね、舞台アルジェリアなんですよ。アルジェリアの海岸で理由もないのにアラブ人青年を射殺し、そしてその理由を聞かれて太陽のせいだとか抜かして、で自分の裁判にはね、多くの人々が、裁判の結果死刑になったなら、自分の死刑には多くの人々がやってきて自分に悪態をついてくれれば嬉しいみたいな、まあ半分頭のおかしいムルソーという青年が主人公。しかもね、このムルソーという人がなんか人間の実存をね、人間の実存を表現しているとばかり、なんか読者がムルソーに感情移入して、そしてそうだな、このムルソー青年、彼のような理由もなくね殺人を犯す、これが人間の実存的生き方なんだな、とかなんとか、そんな読まれ方がずっとされてきました。
で、ノーベル賞も取りましたよ。ノーベル文学賞をこの「異邦人」という作品でアルベール・カミュは取りました。エドワード・サイード、なぜアルジェリアが物語の舞台なのか、こう問うんですよ。なんでアルジェリアがね、異邦人の舞台なんだと。この異邦人という物語の基本的な枠組みから考えれば、舞台はフランスの国内のどこかでもよかったんじゃないのか？あるいは、この異邦人という作品は、第二次世界大戦の戦中に構想が練られていますから、ナチス占領下のフランスでも構わなかったはず。サイードはこう言うんですよ。フランスの国内のどこかでもよかったでしょうと、舞台は。ナチス占領下、つまりビシー政権のフランスでもよかったでしょ。なんでアルジェリアなの？舞台が。アルジェリアという舞台の選択は決して偶然ではない。物語はフランス支配を、アルジェリアに対するフランス支配を密かに、そして無意識のうちに正当化している。アルジェリアでなきゃいけない舞台は。そしてこの異邦人という物語は、そのアルジェリアをフランスが支配していることを密かに無意識のうちに正当化している。サイードはこう言うんですよ。畳みかけて、カミュの異邦人はフランスの植民事業そのもの、そしてアルジェリアの独立に真っ向から反対する勢力に加担。まあ、異邦人はイデオロギーの小説なんだと。神の異邦人が表しているのは、フランス人読者向けに、ここ大事ですよ、フランス人読者向けに、植民者が、ね、フランス人読者向けに、植民者が、どういう態度を取るべきか、ね。それを教えている小説。しかもその植民者は、フランス以外の場所で起きたこと、フランス以外の場所の歴史、何にも興味がない。そんな植民者。異邦人の中でね、ムルソーが殺人の後、立たされる裁判、ムルソー裁判も欺瞞だと。そもそも現実にはフランス人がアラブ人を射殺したとして、こんな裁判なんか開かれるわけはないと。そしてムルソーのセリフ、これは異邦人からの引用ね。ムルソーのセリフ、異邦人の主人公ムルソー青年、僕は正しかったし、今も正しく、いつでも正しい。僕はこんなふうに生きてきたが、他の方法で生きることもできただろう。僕はあることをし、またあることはしなかった。僕は他のことができたのにしなかった。そしてこの後は、自分が正当化されるこの瞬間、このほの暗い夜明けを僕はこれまでずっと待っていたのだ。異邦人、主人公ムルソーが
語る独白。この独白こそ植民者の言葉である。しかもこのムルソーがね、なんか普遍的な実存的人間を表している、こう読まれてきた。エドワード・サイドは言うんですよ。このムルソーの生き方がね、読者には普遍的な実存的、ムルソーがですよ、この主人公ムルソーが普遍的な実存人間を表している、こう読まれて喜ばれてきたと。結局ムルソーが体現しているのは、フランス人がアルジェリアに行って植民することの正しさ、フランス人がアルジェリアに行って植民することの正しさ。さっきも言いましたが、そのフランスのイデオロギーを体現した小説。理由もないのに海岸で寝そべっていたら4発弾受けて射殺されるアラブ人にとってはたまったもんじゃないですよ。なんでそんな、理由もないんですよ。そんな射殺がまるでね、人間の本質的な普遍的な生き方だみたいに描くこの小説が、ノーベル文学賞まで取るんですか。そこにはフランス人の自民族中心主義というイデオロギーがありありと見て取れる。サイドのこの意見は正しいでしょうね。今、神の異邦人、レトホンジェア、あれをね、実存文学の代表みたいに思って読んでる人はアホですよ。あれは、サイードが言うように、植民者のイデオロギーを強化するために書かれた小説。私も本当にそれはそう思いますね。それが尊ばれて、ノーベル文学賞までもらって、日本ではありがたがって、若者の間に流布した、バカな話ですね。小説や文学も結局はイデオロギーで、そしてその作品が持っているイデオロギーを明らかにすること、これこそ文学批評の使命でしょう。そう考えるとき、このサイドの著、文化と帝国主義、Culture and Imperialism、示唆に富む論考が多いですね。今回はその中の神とフランス帝国体験。この文化と帝国主義からは他にも様々なテーマで面白い論文あり、この夢ラジオでどんどん紹介していきましょう。919回目の夢ラジオ、今回はエドワード・サイード・著、神とフランス帝国体験、お話ししました。横浜港北、放送してる間にもだんだん暗くなってきて、太陽はどんどん西に降りていきますね。なんか大きな太陽ですね。地平線というか、大地に近くなってきたから。まだ4時半来てないんですけど、11月の終わりともなれば、こんなに早く夕暮れ。横浜港北の夕暮れを見ながらの放送でした。